モントンはタイの現存しない地方区分で現存する県より上位にある地方区分である。日本語では小、州などと訳されることがある。この地方区分の導入をモントン製と言い,い、20世紀初頭にシュラーロンコーン大王が1897年各地の王や国主を廃止、地方を中央集権化するときに導入された。 タムロン・ラーチャン・パープ・シ王はこの制度の盾役者と言われる。モントン制が導入された1897年以降、現在のタイの県の制度においても残っているムアニヤ、アンプー、タンボン、ムーバーンが形成され、一番上位の区分であるモントンの町には、中央から派遣された省庁が置かれた。この省庁は、ほとんどが王族で、ラーマ5世の息子であった。 1915年の時点で存在したモントンの数は19でその下に72の剣があったが他の剣との融合、分裂を繰り返し立憲革命時にはモントンが撤廃された。なお、モントンはサンスクリット語からの借用語で縁を意味し、日本では仏教用語のマンダラという言葉で知られている。1、モントンパイアップ。モントンパイアップは1899年の 発足時には、モントンファーイタワントックチェンヌアと呼ばれていたが後に、この名称に改称した。実際にこの地域が、チェンマイ王朝の王の支配を廃し、大中央政府による支配を確立するのは1915年以降となった。同年にはこのモントンから、下記のモントンマハーラートが分離した。二、モントンマハーラート。このモントンは、上記のモントンパヤップから分離され1915年。 成立した。3、モントン・ピサヌ・ローク、1894年成立。4、モントン・ナコーン・サワン、1985年成立。5、モントン・ペッチャブーン、1899年に、モントン・ナコーン・ラーチャ・シーマーより成立。当初は、ロムサック県とペッチャブーン県からなっていたが後に、併合された。1903から7年一時、ピサヌ・ローク県に、 併合されたが1915年権として独立した。X モントン・イーサーン、1900年成立。1912年モントン・ローイエットとモントン・ウボンに分裂した。6モントン・ナ・コーン・ラーチャ・シーマー、1893年、対最初のモントンとして成立。7モントン・ローイエット、1912年モントン・イーサーンが分裂し成立。8モントン・ウボン 1912年、モントン・イーサーンが分裂し成立。9、モントン・ウドー・オンターニー。1899年成立。10、モントン・プーケット。1898年成立。1907年、サトゥーン・ケンが、モントン・クダーが加わった。11、モントン・チュンポーン。1896年成立。1925年、モントン・ナコーン・シー・タン・マラートに編入。 12、モントンナコーンシータンマラート、1896年、成立。1925年、モントンナコーンシータンマラートと合併。13、モントンパッターニー、1906年成立。旧パタニオ国領。14、モントンクダ、1897年成立。ンマレーシア領。1907年、イギリスへの領土活上によりサトゥーン県が、 モントンプーケットへ編入された。15、モントンクルンテープ、現在のバンコクとその周辺地域である。この地区の行政は、省庁の管轄下ではなく、中央政府管轄下の首都省の領域にあり、1897年に成立した。この地域には、パトゥムターニー県なども含まれていたが、この県は後に、アユタヤ県に編入された。1922年には、 完全にモントンでなくなり、内務省の直轄地域になった。16、モントンラーチャブリー、1895年成立。17、モントンナコーンチャイシー、1895年成立。18、モントンアユタヤ、パトゥムターニー県はもともとこのモントンに入っていなかったが後に編入された。19、モントンプラーチーンブリー、1893年成立。 20、モントンチャンタブリー、1906年成立。21、モントンブーラパー、1903年設立。玄関ボジア西部である。ありがとうございます。